ジュンパちゃんおはよう。うん。じゃあ着替えようね。おはよう。お熱測ってください。押してないよ。押さないと、数字が出てからじゃないと測れないよ。これ？うん、ピッて押して。ちょっとパパじゃないママが測り直すね。平熱だね、36度9分。うん、それ鍋に全部入れて、でそれで鍋をコンロに置いて、で火をつけてくれる、入れるっていう、うん、それ。はい、ありがとう。で温まるのを待って、よそうのね、真ん中に置いて、で、レンジそれを押して、で、1分を1回2回もう1回で温める。ぽっくん、これを1個ずつそのアルミの上に乗せてって。うん、そうそうそう。もうこれ昨日の残りだから、温めて余分な油を落とさなきゃ。レンジでやるとね、ちょっと硬くなっちゃうからね。こうするとね、美味しく温まるから。これしたら、いい？回さなきゃいけないから、これを1回5のとこまで回して、で3、おい箸が、暑いから気をつけてよ。暑くなっちゃう。暑かった。うん、やけど暑かったね。もうそれだけ飲める？うん。じゃあそれでよしにしようか。これあげたばちゃん。うん、暑かったね。ちゃんと冷やした？うん、うん、まあ水ぶくれにならなきゃいいけどね。本当にふりかけかけなくていいの？白いご飯のまま食べれる？うん、うん、じゃあ食べてね。すぐに寝ちゃう間に美味しいって使おうと。あ、やけどが治るかってこと？うん、あ、どうかな。ちょっと時間が経つとね、膨れてくる可能性があるから、なんとも言えない。うん、やっぱジュッパちゃんも唐揚げから食べるんだね。うん、うん、ジュッパちゃんはパンがいいって言ったからパンにしたよ。うん、じゃあ食べてね。じゃあもう支度できたね。うん、はい、じゃあ保育園に行こうね。はい、ジュッパちゃんも行くよ。行ってきます。うん、バイキンマンそこに置いとくんだね。はい、偉いね。アンドキンちゃんも、はい、アンパンマン後ろにあるよ。これ、うん、ママ、はい、じゃあ行こうね。じゃあ降りるよ。ジュッパちゃんも降りるよ。暑かったね。うん、じゃあお家に帰ろうかね。まだ。お、もう帰る。はい、水分補給ね。ね、ちょっと出ただけでも暑いね。うん、しっかり水分補給してね。ママは熱中症になったから、しっかり水分補給してね。
はい、お昼ご飯です。今日も暑い。そんな時は中華ラーメンだったっけ、これ。冷やし中華。中華ラーメン日本語おかしくなってきた。冷やし中華だね。美味しいか。うん、中華ラーメン美味しい。うん、冷やし中華ですよ。うん、はい、ありがとう。はい、お疲れさん。はい、チャパちゃん、ソファーはお布団代わりじゃないよ。兄ちゃんとお布団の上で寝よう。はい、お布団に移動しますよ。うん、それドキンちゃん。あらららららら。はい、じゃあ寝ようね。はい、おやすみ。今日お家でチュッパちゃんとパパが待っとるね。もう帰るよ。今日もおかず作りたくさん作る。うん、じゃあ鍋にそれ何かわかる？ゴーヤじゃなくてオクラね。オクラ。うん。触っていい？あ、やけどするよ。こんなやけどった。やけどするから触らないでね。これ。はい。炒めて全部入れて、はい、炒めて食べてて、うん、わかめ入れてね。うん、出てくる。うん、しっかり開けて。もうちょっとね、もうちょっと。うん、はい、OK。じゃあこれをさっき茹でたオクラね、入れて全部。うん、ずっと別にかき混ぜなくてもいいよ、そのまま沸騰するまで待ってば。ちょっと一旦水止めるよ。うん、ここの中にあるから指で種取ってって。あのね、洗ってね、取れるものじゃないの。聞いてますか？ね。うん、これ。おいしい。うん、ちょっと力はいるかもしれないけど。これはマヨネーズつけて食べるから鍋には入れません。お皿に盛り付けるだけ。食べちゃダメ。まずい？まずいじゃない。ご飯用にやってるから今食べちゃダメ。じゃあこの中に、はい、夕ご飯です。いただきます。これ手伝ったんだって自分。何作った？ルーちゃんと作れた。はい、ありがとうね。パパのはどれ？うん、あっちね。あっち。はい。うん、チッパちゃんも作っとるの見てたんだって？うん。すごいね。ありがとうね、二人とも。二人ともありがとうね。ママ、パパ。はい、ありがとう。はい。ゴールさん。はい。ポックン、お布団で寝よ。お布団で寝るよ。チュッパちゃん、お兄ちゃんの上で寝ないで。
じゃあお兄ちゃんの邪魔しちゃダメだよ。はい。スーパーちゃん。でも兄ちゃん眠たいから邪魔しちゃダメだよ。